マンゴージーでーす。はい、マンゴージー、今日ですね、はい、先日たくさんいただきました。お酒の数々いっぱいありますよ。昨日のシャンパンからねから、今日は島風、これは石川酒造の10年古酒ですね。はい、これ飲んでみようかな。さてさて、これを下がりたいと思いますよ。はい、島風ちゃん、ありがとうございます。これ誰からもらったかな。あ、ゆうたろうだな。では、あ、はい、おじい愛用のバカラのグラスに、この丸氷ね、わかりますかね、はい、はい、丸い氷、はい、これにトク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 、なんかいい匂いが、いい匂いがしてきたよ。はい、おじいはいつもロックで、これはね、沖縄ではこれ、あの、ティーサージーって言って、手がティー、サージはあのスプーンですね。手が、指先がスプーンのように、ティーサージーでマドラー代わりに混ぜますね。で、こうやって、一平マサイビン。ロックで飲むのが最高なんですよね。ロックだぜ。えいちゃん、あっちか、こっちか、えいちゃん。あー、そしておじいの夜のおつまみはこの乾燥明太、福岡名物かな。はい、乾燥明太、このね、ちびちびとかじるのがおじい大好きです。それともう一つはこれ、ザーサイとメンマ、もう酒のあてには最高ですね。はい、もう まだ5時前だけど、早速、おいしい。何度だこれは。10年古酒、25度。なんかね、最近 YouTube の視聴も1万9000ぐらい超えて、2万が見えてきましたよ。もうチャンネル登録ゆたしくど。あーしゃー、いっぺーまさびん。あー、こうだね。はい、あー、これね、はい、島風ちょっと裏、逆転、反転して映ってるけど。じゃあね、じゃあ皆さん、またやー。